函館記念2日目第8レースが間もなく発走となりますが、こちらも引き続き、はい、お指導のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのレースはどのような展開になりそうでしょうか。そうですね、ここは綺麗な3分線なんで、はい、展開の各選手がね、三谷選手、横山選手、矢口選手のね思惑が出るんじゃないかなと思うんですけどね、はい、神山選手は今日はどのような走りになりそうですか。今日はもう横山選手に任せてなんですけど、はい、やっぱり横山選手が主導権取ってもらえればね、まあ、2着権利なんでね、本当に厳しい勝ち上がりなんですけど、まあ、神山さんはもう函館競輪場ではね実績もありますんで、はい、それの技術がね生かされるんじゃないかと思うんですけど、三谷選手が昨日村上選手とのラインで期待がすごく高かったと思うんですけど、はいはい、和田選手のブロックを受けながら、まくったんですけど、和田選手のブロックを受けて、で後ろに引いちゃったのは力尽きたっていうことなんですか。力尽きたというかタイミングが悪かったのかな。やっぱ外走ってる分、はい、距離を走ってるので少し力を抜いてしまうと後方に下がってしまうんですよ、はい、原理的に、はい、それなんで一度下がっちゃう状態になってしまったんですけど、まあ、三谷君のいいところは一回下がってもまた踏み直してくるところがすごく脚力っていうんですかね、全体的に総合力強いので、はいはい、その辺はね三谷君の強みですよね、うん、普通一回ブロックもらうと力抜けてやめちゃうとか後方に下がってしまう大敗する選手が多いんですけど、それができる選手とできない選手の違いっていうのは何があるんですか。やっぱりね気持ちの強さと、うん、あとは練習量かな。そのブロックされて一回力が抜けちゃっても踏み直せ力戻せる体幹の力だったりね、練習っていうことですね。そうそうそう、やっぱり体幹トレーニングをしっかりしないと崩された体幹をまた元に修正してまたまくり直すっていうのはやっぱり三谷選手だからできることだし、はい、それはやっぱ体幹なんですね。そうですね、はい、なんか筋肉のつけ方とかなのかなっていうのは思ってました。外側の筋肉だけつけてもしっかり軸が取れてないとブレちゃうので、はいはい、一つも自転車の推進力に変わらないんですけど、はいはい、やっぱり体幹がしっかりできていたのを筋肉つけるっていうことはすごく有利ですよね。なるほど、はい、実際にバンクを近くで見るとすごい傾斜があって、はい、選手がこうペダルを漕いでると体がどんどん歪んできちゃわないのかなっていう疑問があったんですけど、斜めだから、はい、漕ぎ方がこう変わるじゃないですか。ああ、そうだね。だけどバンクに対して自転車のタイヤが垂直になると進むんですよ。だからスピードが出ると本人たちはまっすぐ走ってる状態なんで、あ、遠心力がかかってということですよね。そうですね、はい。三谷選手が前受けですね、はい、三谷選手が前受けで横山選手が中段 で、はい、で矢口選手が後方で、まあ、一回矢口選手が抑えに行ったところを横山選手は叩きたいなと思ってるか、矢口選手が上昇してきた時に先に動いて三谷選手を抑えて、はいはいはい、矢口選手の4番手を取るかっていうレースですよね、はい、今残り2周です。これで残り3周ですね、まだね、はい、はい、でもこの周回中でも、はい、今4番の選手とか外出たりするじゃないですか、はい、結構風の抵抗を受けたりレースの中で波があるんですよ、はい、進んだり緩んだりするので、はい、そこも足だけで調整してるともう足にダメージが残っちゃうのでそこはうまく体の使い方でそのレースの緩急っていうのを体で感じながらうまくペダリングしないと、もうこの周回何でもないように感じるけど、うん、この周回だけでも足に来ちゃってるんですよね。なるほど、はい、今矢口選手が抑えて、で多分これに
9番の横山選手はついていってって感じですよね、うん、ついてきました、はい、で三谷選手が中段で粘るので、はい、ここで横山選手が叩きに行くかどうかなんですけど、まあ、亀山選手がついてるのでね、やっぱり横山選手も頑張らなきゃいけないという気持ちがあるんですけど、亀山選手は前の選手がすぐまくりでスピードを出したとしてもついていける足はあるんですか？ありますね、はい、なるほど。ヤグ選手がかけてしまいましたね、はいはい、こういうことはやっぱり三谷選手が中段取れちゃうので、やっぱり有利に運びますよね。ここはやっぱり打掌で横山選手は叩きに行くべきだったですよね、はい、叩きに行くっていうのは、まあ、先行しなきゃってことですよね、はいはい、横山選手が、まあ、一番前に出て後ろ下がってまくるということですね。まあ、こうなってくると番手の、ね、 山田浩二選手も縦足がありますからね、はい、やっぱり絡んできますよね、はい、三谷選手お見事ですね、はい、おめでとうございます。